猫ちゃんはいいですね。何のことかにゃ。しんどいなこの番組、四方八方見とかなあかんな。えなこ森田の猫しか勝たん。この番組は猫ブームに乗っかった業界初の猫特化型バラエティー。さらば青春の光森田と日本を代表する人気コスプレイヤーえなこが猫に特化した企画に挑戦。猫様のお力を借りてどうにかバズらせようという番組だや。そしてこの番組は地上波だけでなくファンとクリエイターをつなぐサブスクリプション型ファンクラブプラットフォームニーグラム、そして YouTube と連動。 YouTube は地上波と同時配信、ニーグラムは地上波や YouTube で流せなかった映像を会員限定で配信しています。はい、今回もジンネコたちに来てもらってるにゃ。高級猫感をなかなか上げれずにいて、ちょっと普通にインテリアとして飾っている宮本咲です。少し遅い帰省をしまして、猫ちゃんと実家でぬくぬくしてるであろう、うん、白崎心です。よろしくお願いします。11月半ば4本撮り言わんでいいのさあ、お来たぞ。はい、はい、出た。きっとバズってるはず。エロ筋トレ猫だにゃん、エクサガールズのくるみですにゃん。あの今年トラ年ですけども、ガーオ、これ安いガールズバー来たみたいな。ガーオ。そして最後は世界で活躍する DJ ティアラちゃんにゃん。どうされたんですか、あなたは。あなたで、え、何がですか、その鎖は。あ、これは DJ の衣装です。DJ に鎖が必要なんですか、それは。なんかこう締めたりとか。締めた、はい、なるほど。腕を。なるほどって言ってますけど、はい、何がなるほどなんか教えてもらっていいですか。あのトレーニングするときに、チンニングするときにこういうチェーンを垂らしてこうやるんですよ。でもいや違う、あの人トレーニングの人じゃないから。猫しか勝たんや。猫かわいい動画を撮ろうチャレンジ。今回は特別チャレンジ、さらばの森田は本当に猫好きなのか、猫検定チャレンジボリューム2。出た。以前番組で挑戦した猫様好きで人気の猫検定に再びチャレンジ。今回はえなこも含めた全員で挑戦。もちろん優勝者には豪華賞品を用意しているにゃ。あなたこれ正解しなかったらあなたがもうエセ猫好きってことになりますからね。はい、それでは第1問。猫が日本で飼われ始めたのは何時代と言われているでしょうか。1縄文時代、2弥生時代、3平安時代、4安土桃山時代。さあお答えください。終了です。それでは一斉にフリップを出していただきたいと思います。はい、2、3、2、4、2、1。いや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 、1と2はありえへん。なんでですか。だって縄文時代よ、ギャートルズみたいな時代でしょ。そんな時代から猫飼ってないでしょ。でもそれは教科書に書いてあるだけで、絶対縄文時代から飼われてるじゃないですか。2も多いな。2。それでは正解はこちら。ほんまに？そう、家猫の判定出たの？それ野良猫の可能性あるけどな。あ、私あの正解です。正解やな、マジで。すごいわ。イエイ、やっぱあいつにだけは絶対負けたくない。続いて第2問。食べている時に猫が見せるもうそろそろやめてのサインで正しいのはどれでしょう、うん、1. 耳を細かく動かす、2. 前足でグーパーを繰り返す、3. 尻尾を左右に振る、4. 寝返りを繰り返す。これは結構わかります。いや、グーパーもやるけど。終了です。はい、それでは皆様一斉にお答えください。こちらです、ドーン。3、1、3、3、1、2。おい、俺あいつと一緒かよ。おい、ガチ猫好きが3を、なんでなんそれ。なんかこれな気がする。なんか慣れてる時に実際にやめてほしいなって、なんか嬉しい時じゃないの、尻尾左右に振るって。なんか多分尻尾の振り方がいろいろあるんですけど、ちょっと違うんですよね。
そして怖いのがくるみちゃんと俺が同じですね。くるみちゃんなんでなん、そのどういう見解。なんとなくですあいつもやった、あいつもそうやった、はい、正解を見ていきましょう、はい、こちらです。頼む。3、4、5、6、くるでした。そうでしょ。あ、そうだ。でも余裕ですよ俺とティアラが最下位やん、これはあかん、絶対にあかんぞこれ。現在2ポイント連続正解でえなこと宮本がトップ。やはり森田はエセ猫様好きなのか。この後猫様好きのプライドをかけ難問に挑む。ふわ、待ってくれよおい。そして放送に入りきれなかった映像はミュグラムで配信、未公開カットが満載、ぜひチェックしてにゃん。猫検定クイズ、現在えなこと宮本は2ポイントを獲得。その2人を篠崎とくるみが1ポイントで追う展開。森田ティアラは未だ0ポイント。やはりエセ猫様好きなのか。それでは続いてこちら。猫が笑っているように見えるフレーメン反応は口の中にある何という器官を使っているのでしょうか。ヤコブソン機関、2、ヤコブソ機関、3、ヤコブ機関、4、ヤコ機関。これこそ当てずっぽやけどな。頼む。それでは一斉にオープンでお願いします。はい、4、3、1、3、3、4、2。森田さんはヤコブソン。ヤコブソンが発見したのよこれ絶対に。わかります？くるみちゃん。猫猫猫ヤコって感じです。何言ってた正解を見ていきましょう、こちら。よっしゃー、よっしゃー。森田起死回生の大正解。そしていよいよ最終問題なんですが、ラスト100いきますということで100ポイントをかけた最終問題はこちら。瞳の色のバリエーションにないものはどれでしょう。1番青系、2番緑系、3番黄色系、4番黒系。これは簡単でしょ。終了です。ということで皆さん一斉にオープンお願いします。ドン。4番、2番、3番、4番、1番、4番。中心は黒いんですけど、外側って別に黒い子見たくないですか。あー、そういうこと。緑見たことある。うちの子緑。うちの子緑。嘘やん。それでは正解を見ていきましょう、こちら。黒でした。うわ、待ってくれよおい。
最終獲得ポイントはご覧の通り。ということで、優勝したえなこには豪華商品をプレゼントします。わー、かわいい。こちらネコネコチーズケーキのニャンチーです。めっちゃいいよ。ちなみにこちらネコネコ食パンの姉妹ブランドです。俺ティアラに99点差つけられた。放送に入りきらなかった映像はミグラムで配信、未公開カットが満載。ぜひチェックしてニャン。ネコしか勝たんニャン。猫しか勝たんや。下僕川柳。このコーナーでは猫様を愛さずにはいられない飼い主の哀愁を歌った川柳を紹介するにゃ。作品が読まれた方には番組特製クリアファイルをあげるにゃ。まずはマーチンさんの一句。触らせて全集中でふてた顔。ほう、ふて顔もされてもやっぱこっちは可愛いと思っちゃうという下僕さということですね。クリアファイル、はい、こちら読んだのでクリアファイルを差し上げるんですけど、はい、何枚あげますか。何枚どういうこと。バリ在庫はけたそうじゃあ、1枚、はい、では続いてはしもちゃん電車さんからの一句です、はい、クッションが自分百均主ヨギボー。あ、ヨギボーに座っていいのは猫と20だけなんで、はい、これ良かったな。これどうしようかな。これ何枚にしますか。5枚。おめでとうございます。これいいですね。金猫たちの爆笑川柳はミーグラムで配信、ぜひチェックしてね。やったろー。猫しか勝たんね。いつも夜の収録やからちょっと起きてくれてるけど、やっぱ今日早いのよ。クリちゃんもずっと寝てるわ。これずっと映して先のクイズカットなれへんから引き続き投稿も募集しておりますので、どんどん投稿お願いします。ということでまた次回お会いしましょう。さようにゃら。放送に入りきらなかった未公開コンテンツはミーグラムで配信。皆さん次回も絶対見てにゃん。